皆さんこんにちは、高田智美久です。今日はですね、117キロのこちら本マグロでしょうか。本マグロ、天然の本マグロをお母ちゃんにお届けしてもらいたいと思います。はい、今日もステーキお願いします。めちゃくちゃ濃くなってる、はい、これはね、ちょっと大きさを伝えたいんですけどね。ごめんなさい、本当にこれ伝わらないですよね。これ異次元のデカさなんですよ、これ。やっこいしょ。伝わるかな。めっちゃでかいんですけどね。このとてつもなくでかいマグロをこの牛刀一本で頭を落とすという、これは岡田ちゃんにしかできない。おる切るっていうかな、関節で外す。関節に入れたら柔らかいってことですよね。関節に入れてこっちから出ます。こう持って、おお、すげえ。だから切るんじゃなくて関節で、おお、やばいでかさやな、うん、まあ、ちっちゃいけどな、ちょっとずれた。全然言ってますね。これはね、疲れますよね。よいしょ。オリさんいないですけど大丈夫ですか？大丈夫です。おお、すごいですね。赤身の色が濃いですね。まだ色出てくるね。ああ、今ぐらいだ。おお、すごいな。よし、お立ち台や。はい、マグロのお立ち台。重たい。これでだって25キロぐらいありますからね。これだけで25キロあります。これは伝わるかな、本当に。
えげつない。でかすぎていつもの岡田さんの必殺技が使えない。よし、おお、すげえ。すごいですね、こっち色乗ってますね。めっちゃ下見えない。よいしょ、岡田さん、今日顔決まってますね。今日、えらいイケメンですけど。いつまで。じゃあ、あとは売るだけ。はい、とりあえず110キロ超えのマグロが、10分足らずでおろせましたと。よし、カマもやるんですか。え、カマやるんですか。カマやらないです、今日は時間がない。今日はやらないですか。はい、べっぴんさんやな。男の子ですからじゃあ、お母ちゃんは中落ちを取るみたいなので、はい、今日はこのぐらいで。いや、元気ないよ、疲れたよ。僕も仕事に戻りたいと思います。また。また。